MBS が伊丹空港に設置したカメラには、引き返してきた全日空機が片方のプロペラが止まった状態で着陸した様子が映っています。全日空などによりますと、今日午前11時半ごろ、伊丹空港から松山空港に向かっていた全日空機がエンジントラブルのため引き返し、正午過ぎ、伊丹空港に着陸しました。赤ちゃんを含む乗客乗員79人に怪我などはなかったということです。引き返した便はプロペラ式エンジンを2つ搭載した双発機で、右側のエンジンにトラブルが起きたとみられています。全日空などは当時の状況を詳しく調べています。